勢が傾いてしまいます。そのため複数の着手方法をリアルタイムに探索し、その中から最適な位置に変更することによって凹凸面でも走破できるようになりました。次に上体が揺れても安定して歩ける点に注目してご覧ください。続いて機敏な足の動きについて説明をします。